私立、東邦学園。入学1年生のフランドール人間。彼女の新しい生活がここから始まる。今日から高校生だ。せっかくだから一番に学校に行こう。ここで新しい友達をいっぱい作るぞ。もちろん霊夢たちも入学している。東邦学園なのだから当たり前のことである。霊夢、無事に入学できて本当に良かったのぜ。正直霊夢の入学は厳しいと思ってたのぜ。私があの程度の試験に落ちるわけないでしょ。この世界でも霊夢は最初見日である。私が心配したのは入学金のことなのぜ。入学金がかなりヤバかったわ。でも貧乏なのだ。あたいも今日から高校生か。ちゅうのちゃんも入学できて本当によかったよ。試験も難しかったし。何言ってるんだよ。あたいだってやるときはやるんだよ。ところで高校って何するところなの？試験って何？本当によかった。担任は上白川慶音先生。優しそうな先生でよかった。なぜこの先生は頭に漬物石を乗せているんだ？高校の先生ってみんなそうなのか？さすが高校だな。カリスマなお嬢様、デミリア様の通学。フランドールのお姉ちゃんである。さすがカリスマ。入学式をあえて遅刻することでみんなの注目を集めるわ。さすがカリスマ。これでいきなり人気者よ。さすがカリスマ。ところで高校ってどこにあるのかしら？もう1時間以上探してるのに。お嬢様華麗に入学式を。欠席。この子。今日ずっと寝てるわね。あたいたちが来た時からずっと寝てるよ。なんでみんな起こさないのかな？多分めちゃくちゃ気持ちよさそうに寝てるからなのぜ。こりゃ起こせないのぜ。あれ？なんで夕方になってるの？さっきまで朝だったのに。初日、終了。高校生活って言っても中学とあんま変わんないわね。霊夢は高校で部活とかやらないのぜ。霊夢ってスポーツとか苦手じゃないだろ？うちは家計が厳しくて部活なんてやれたもんじゃないわ。そうか。才能あるのに残念なのぜ。だから、生徒会に入ろうと思っているわ。話の流れ的にダメなのぜ。入学初日を寝て過ごしてから友達ができない。今日こそは友達作るぞ。あれは、確か同じクラスの子だ。まずはあの子たちにしよう。フランちゃん、戦闘モード。どうしたのチルノちゃん。急に振り向いたからびっくりして隠れちゃった。狙われている気がする。もうチルノちゃんったら遅刻しちゃうよ。チルノは鋭い。大変かもしれないがちゃんと番書は写すんだぞ。ケイネ先生の担当は歴史。丁寧な先生だな。多すぎでしょ。ウィキかよ、ノート足りねえ。さっぱりわからん。チルノは何か部活とかやらないのか？うん、中学の時にやってたけど高校ではやらないかな。へえ、中学では何の部活をやってたんだ？チェスボクシング部。何それ？カリスマの朝は早い。今日は朝一番に学校に行ってやるわ。これで今度こそ注目を集めて人気者になれる。
座良い策や。彼女は新しい高校生活に悩んでいた。高校生活、せっかくなら充実したものにしたい。何をすれば、例えば、こうたか。霊夢、昨日のドラマ見たか？見てないわ。おいおい、霊夢ってドラマ好きだったよな。NHK 対策でテレビは全部売ったわ。それは払えよ。いざよい昨夜は放課後も悩んでいた。どちらかといえば私は尽くされるより尽くしたい。しかし、私はこの手でその人に何ができ、カバン学校に忘れたゼミリア様ご帰宅。はわー、まだ眠いわ。今日も人気者になれなかったわ。弱気になっちゃダメよ。前向きに考えなきゃ。ひぃすみません。大丈夫ですか？鼻ぶつけた。先日、その瞬間昨夜の悩みは吹き飛んだ。その可憐なレミリアの姿を見た昨夜は、ただ本能のままに、ひざまずいた。どうしたの？チルノちゃん。チルノちゃん。あわわ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 。いや、あの、その、一緒に帰ろう。